ここは静岡県総合教育センターのある一室。障害学習担当の斉藤が一人黄色い手帳を見つめている。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。書類ここに置いておきますね。 ありがとうございます。斉藤さん、手に持っている黄色い手帳は何ですか？この黄色い手帳ですか？はい、この黄色い手帳は静岡県民カレッジ受講手帳といいます。静岡県民カレッジって何ですか？はい、静岡県民カレッジとは県民の障害学習推進のために開設されたもので、市長、公民館、大学、教育事業団体、NPO などが実施する講座のうち、県が認定した講座のことなんです。講座を受講すると、一定の単位が取得でき、取得単位に応じて称号を獲得することができるんです。講座は様々な地域で行われており、オンラインで開催されている講座もあるので、気軽に参加することができます。講座を受講するには条件があるんですか？それと、称号獲得後はどうなるんですか？はい、静岡県内在住の方であればどなたでも受講することができます。称号獲得後、申請をすると静岡県から証書が授与されるんです。学習の成果が証書で残るって嬉しいですよね。講座を受講するにはどうすればいいんですか？はい、とてもいい質問ですね。ありがとうございます。では講座の受講方法についてご説明しますね。静岡県民カレッジ講座は、インターネット上にある静岡県障害学習情報発信システムマナボットに掲載をされています。静岡県民カレッジについてをクリックしてください。クリックをすると静岡県民カレッジについてのページが開きます。ページを下にスクロールしてください。ページを下にスクロールをしていくと、連携講座の検索というボタンが表示されます。連携講座の検索をクリックしてください。クリックをすると静岡県民カレッジ講座が表示されます。様々な講座が表示されていますね。マナボットトップページ、障害学習リンク、カルチャーセンター、こちらに表示されている4つのカルチャーセンターさんの講座も静岡県民カレッジ講座です。あ、早速興味を持った県民の方がいらっしゃるようですね。へえ、登山関係の講座や無添加の味噌作り講座、オンラインで受講できる講座もあるんだね。あ、 YouTube 動画の講座もある。受講したい講座を見つけたら申し込みましょう。へえ、ネット上で申し込みができるんだ。必要事項を入力して申し込み完了。実際に講座を受講し単位を取得している様子を見てみましょう。以上で講座は終了です。静岡県民カレッジの単位をご希望の方は、黄色い静岡県民カレッジ受講手帳を持ってこちらにお越しください。静岡県民カレッジ講座は初めてなんだけど、受講手帳はどこでもらえますか？受講手帳ですね、こちらでお渡ししております。こちらが受講手帳です。それではシールを貼っておきますね。ちなみに静岡県民カレッジ講座に斉藤も参加をしてみました。実際に行われた講座写真です。静岡県コミュニティづくり推進協議会さんが主催した出張コミカレ in 掛川に参加をしてきました。様々な世代の方と交流することができ、とても貴重な体験をすることができました。以上です。なるほどね。センター長、皆さんこんにちは。障害学習推進班斉藤と申します。動画はいかがだったでしょうか？静岡県民カレッジ講座を受講して称号を獲得してみませんか？ではお願いします。なるほどね。センター長、いいんじゃん、いいんじゃん、やっぱ続けて練習し、ちょ、なるほどねがだんだん良くなってところで斉藤さん、はい、マナボットって何ですか？マナボットとは、マナボットについて詳しくはこちらの動画をご覧ください。ご視聴
ありがとうございました。